はい、それでは続きやっていきます。前回はトラビスだったかな、E さんのお兄さんですね、まあ、彼がなんであんな両足切断みたいなね、むごい死に方をしたのかっていう、まあ、その過程が分かったところですね。で、なんかね、列車のところにもう一本道があったみたいなんだけど、とりあえず今回はこのコンテナの方に行ってみようかと思います。っていうのはね、まあ、このレールが繋がってる、まあ、レールが続いてるというのもそうなんだけど、前回サイコメトリーの最後で、トラビスの体からなんか魂みたいなのが向こうに飛んでったみたいなんですよね。だからそれを追いかけるのが正解なんじゃないかなっていう。ただね、ちょっとこう、周り、気になるもんいっぱいあるんだよね。これ丸太とかさ、これなんだろうな、未だに誰かいるのかな？割となんか、切り口新しい気がするんだけど。誰かいるのか？あ！これ駅じゃない？これプラットフォームでしょ？まあさすがに、こんだけ線路がね、草に覆われてんだから、使われてないだろうな、多分。うん、もう朽ちてるもんね。時計も止まってるし。ここ登れんのかな？どっかから上がれんのか？上がれるところってあるかな？こっちか。こっちから上がれんのか。あー、なるほど。なんか、この時計さ、こっちからだと7時4分かなんかなんだけど、この裏回ると7時なんだよね。なんだろうな、この時間の差は。これなんだろうね。なんかあっちも気になるんだけど、ただこう、レールから外れるとさ、トラップの数々が私を殺そうとするんだよね。まあ、いや、一旦、線路沿いを行ってみるか。まあ、なんか行かなきゃいけない場所があるんだったら、いずれ来るでしょ。あ、いや、多分これね、道も、結局線路に合流するんじゃないかな。まあ、さすがにさ、人がそんな線路の上を歩くことはないもんね。スタンドバイミーだけだよ、そんなのは。なんか、橋かな、あれ。橋っぽいのが向こうに見える。あ、民家があるじゃん。あっち行ってみるか。これ下どうなってんだ。さすがに降りれないか。あ、なんかあるな。これなんだ。発電か変電か、そんな施設か。多分。ここは行けるようなとこじゃないのか。単なるオブジェクトか。まあいいや。道なりに行くか。多分この道に進むと、向こうの民家の方に行くんじゃないかな。ちょっと曲がってきてるもんね。ただ、こっち気になるな。道から外れたところが気になるな。なんかあるんじゃないのこれ。こっちとか。なんかいい具合にさ、木がこう、間隔空いてるんですよ。これはなんかもう、ほら、ちょうどうまい具合に木が空いてるからこれ、いざなわれてる感じがするんだけどな。あ、でも行き止まりか。行き止まりだよね、これ。なんか奥にありそうだけどね。さすがにここにはトラップはないのか。まあ、いっか、とりあえず。やっぱそうだね。あっちに繋がってんな。
あ、でも、線路は違う方に行ってんな。こっちなんだろう。線路はこっち行ってるぞ。なんかいろいろありそうだな。これは多分線路沿い行くしかないかな。多分周りは行き止まりっぽい。あ、これ線路も行き止まりか。崩れてるね。ここで打ち止めか。これ以上、あー、これ以上はいけないか。多分。無理だな、多分。なるほど。なんか不自然なスペースだな、ここ。ちょっと気にはなるっていうか、明らかに続いてるもんね。気になるけど、まあ、しゃあないな。じゃ、とりあえず、なんか民家の方行ってみるか。なんか、周り気になるな。なんか、のたれ死んでる人とかいないかな。いないか。トラビスの死体もなんかわかりやすくこう、血痕があったもんね。あれで発見できたからな。多分、そんな印のないようなところには死体はないだろう。なんか正面に建物があるけど。あれは？入れる感じはしないけど、まあ行ってみるか。うん。無理だよな。まあいっか、橋渡るか。誰か住んでるかな？いや、私の予想だけど、もうこの地域自体も死んでるっていうか、こう、人が住んでないんじゃないかなって思うんだけどね。いや、綺麗だなぁ。前も言ったけど、ほんと、ずっと見てられる。いや、もうなんかすっごいリアルだもんね。この落ち葉の感じとかもうリアルよ。雨上がりこんな感じだよ。Selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. 名前などつけられないものがある。そういえばさ、プロスペロさん、なんか今回がなんか最後の事件みたいなこと言ってたよね。じゃあ、有終の美を飾らせてあげないといけないのか。責任重大。責任重大ですね。どう考えても人が住んでる感じはしないな。まあいいや、とりあえずなんだっけ、レッドクリークバレーだっけ、いよいよ足を踏み入れるわけだな。この家から探索してみるか。これ行けんのかな？ああ、一応、脇道っていうか、上がれそうな道はあるな。なんか、あ、これは、人が掘ってんのか。まあ、とりあえず、こっから行ってみましょう。もうちょっとか。よいしょ。なんか薄暗くなってきたな。あー、すっげー綺麗。見るからに廃屋。お邪魔、傾いてんな、おい。欠陥住宅じゃないの、これ。上がらせてもらうけど、なんかあるね。読む。読みます。これ、回転させる意味ってなんかあんの？まあいいや、テキスト表示するか。え？これ、なんか、悪いもん読んでんな、これ。
我ここに召喚す。骨なき者よ、虚無なる者よ、船の破壊者よ、そして風に恐れられる者よ、聞け。大公爵フォカロルよ、我は汝との契りを求めるなり、敵を惑わし、我が所有物を守るのだ。困惑の扉を用いて敵の判断を曇らしめよ。嘘と狡猾で道を封じよ。そして内なる真実をあまねく知る者のみ通らしめよ。なんかこれさ、悪魔召喚じゃないか。なんか悪魔呼んでるよね。え、何これ。なんか最高メトリー的なやつか。ちょっとこっち行ってみるわ、先に。え、これ行けんのかな。え、もしかしてそういうこと？その E さんくんはその悪魔を呼び出すためのなんか生贄にされたみたいな、そういう話？二箇所あるね、この青白いところ。どうしよう、下から行ってみるか。いや、よくこんな躊躇なく歩けるね、この人。一歩間違ったら崩れんぜ。まあいいや、行ってみるか。え、何？ん？え？ん？なんか違和感が。え？ちょっと待ってね。あれ？なんか、俺さっきと違う家にいるな、多分。なんか違う場所にいるよね。え、どうなってんのこれ。ん？なんかあるな。何これ。なんかあるけど触れないな。いかん、ちょっと薄暗くて。見通しが悪いな。なんか変な鎖があるけど触れる感じしないから行ってみるか。とりあえずちょっと眩しいな。え、入れ替える。え、あー、これ、なるほど。え、どこ、うわ眩しい。移動先が切り替わるのか。なんかいろいろ置いてあるもんがあるんだけど、これ触れないんだな。触れそうだけど触れないね。え、なんもない。え、ちょっと待って、もよくわかんない。え、これは何をすればいいんだ。ちょっと、眩しい眩しい。あれ？これさっきんとこじゃない？ああ、そうか。さっきんとこか。え？え、もうちょっと待って。俺言ってる、自分で言ってた何言ってるかわかんない。やばい、混乱してるわ。え、これどこ？ここもじゃあ入れ替えれるってことか。なんだ？なんだろう？この本とかは触れないもんな。うん。どうなってんだ？迷路かな？なんか正しいコースがあんのかな？あれ？戻ってきて、あ、あれ？あ、あれ？あれあれ？これもしかしてこれを読んだことによって今のだとすれば、これでもう一回、なるほど、そういうことか。いや、それはわかるんだけどね。これ目的がよくわからんな。何をすればいいんだろう。そういうことか。これ移動先を入れ替えられるってことはだよ。
なんか入れ替える意味があるんだろうな。これもしかしてこう正しく、多分本来繋がってる部屋と違う部屋に繋がってるのを正しくしろってことなのかもしれないよね。ただそんなの俺わかんないよ。俺部屋の間取り知らないもん。部屋の間取りを知らんがな。わからんな。ここはでも初めて来るかな、この台所は。いや、でも何もないぞ。とりあえず。正解がわからんな、本当に。多分これはこうじゃない？あれ？青白いところがない。どこだ？下か？あ、こっちか。多分なんか、合っていれば、こうかな。なんかどんどんその、青白いポイントが減っていってるから、これは合っていると考えて良いのでは？多分だけど。てか俺今どこにいるんだ？あれ、あ、下が空いてんな。これ、こう？いや、なんか違う気がする。あれ？これミスったな。わからんな。ちょっとこれ、ちょっと一旦置いとこう。ちょっとわからなさすぎる。さすがにヒントなしに、部屋の間取りをきれいにすんな。無理だぜ。こっちはなんかあったりはしないと。断崖だな。そこになんかあるね。いや、後ろ髪引かれるけどね、ちょっとでも、やにくもにやっても多分あれは無理だな。なんかないと解けない。これなんだろう。これなんか、オブダクションとかあったら、これエレベーターとかなっててさ、下に行けたりするんだけど。あ、これエレベーターじゃない？あ、なんかあるな。あ、ダムか。これダムだよね。あのでかいのはじゃあダムを管理している場所？こんだけ電線頑張って引いたのに今使われたいんだよね、多分。かわいそう。こんな断崖にさ、電線わざと引っ張ったのに、全く使われてないっていうね、この悲しみを。うわ。高いけど、まあ、電気が通ってないから無理だとは思ったんだけど、ボタンまで取ることないだろう。ボタンまで取らなくていいでしょ。もう、
どんだけ生かしたくないんだよ、下に。なんかあんのか、本当に。この下。生かせたくない何かがあるんだろうな。ちょっと重い。ちょっと、重たいですね。草が多すぎる。とりあえず、じゃあ。ここの先に、次ここか。この、ちょっと大きめの家。大丈夫かな？なんか、こんだけボロボロだから入った瞬間に崩れてもおかしくないからね。あれ？今なんか、馬の鳴き声しなかった？あれ？馬いる？馬の声したよね、今。違うかな？気のせいか？糸がある。これは触れない。なんか変わった形の薪？とりあえず、お邪魔させてもらうか。っていうか、開いてんな。ありがたいことに開いてますね。いや、待って待って。あれ、俺、これ多分さっき。なんだよ。え？なんか来るってこと？Ethan disturbed the sleeper. Eh? He must be punished. Eh? ここがじゃあ E さんの家？いや、てか俺さっきここ来た気がするんだよ。呪文唱えてさ、青白い光でこう、いろいろ間取りを入れ替えてるときに、ここ来た気がするな。What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room. I walked into it. That's it. え？なんか入ってはいけない部屋に入ったってこと？暗っ！ちょっと待って。すっげえ暗いんだけど。これ、なんか足音しない？なんか今足音がした気がするんだけどな。ここはさっき来たな。ってなると、これは出ちゃうから、あ！なんだ？On the day the photo was taken.トラビス was out, dad was sad, mom was mad. えー、親父は悲しんで、トラビスはうるさくって、おかんは狂って、じいちゃんが寡黙で、チャドが、なんだこれ、ミーンって書いてんな。これか。これな、もしかしてヒントか？なんかの。チャドおじさんだけなんか、やたらネガティブなんだけど。チャドおじさんは意地悪だったって。ってことは、これを書いたのは E さんか？これを書いたのは E さん。ってことは、やっぱ E さんの家か、ここは。なんかすっごい見づらいな。You need to talk to your son.He was poking around in the old Vandegrift house again. ヴァンデグリフの屋敷。He found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. これトラビスかな？今の声。ヴァンデグリフの屋敷っていうのが、でも屋敷っつったらここじゃないの？違うんかな？隠し部屋があったっつってんな。なんかそこに、よくないもんが封じ込められてたんだろうな。で、それを E さんが開けちゃったから、なんかまずい結果になったってことなんかな。
Pop. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleep. 眠りし者って前回も出たけどさ。What I don't know is if it's real or not. そう、その眠りし者を E さんはやっつける方法があるって言ってたんだけど、多分 E さん以外の全員がやっつけられないと思ってんだろうね。で、その E さんをこう、眠りし者の生贄みたいな感じで下げようとしたって感じなのかな。で、それを止めるために、あの悪そうなおっさんがトラビスを殴り殺した。ってなると、その隠し部屋っていうのが気になるね。Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on.なんか E さんがやらかしたことによって家族の絆がバラバラになっていってる感じがしますね。You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. あ、やっぱそういうことか。その You're crazy. You've all gone crazy. その眠りし者っていうのに E さんをこう生贄として捧げる。ただこの感じを見ているとそのトラビスがその捧げようとしている感じで他の人はまともっていうか、いやちょっとまだよくわからんな。とりあえずもうちょっとなんか何が起こったか知りたいんだけどな。なんかない？この鎖がそうそう、これ気になるんだよね。ん？ここは？It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen.何が起こった？ Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. じゃあさ、その何かは、まだいるんじゃないの？こんなところ私はうろうろしていていいのか？随分とくっきりはっきりした蜘蛛の巣。すごいな、これ。毛糸ぐらいあるよ。太さ。外国の蜘蛛はこんな丈夫な蜘蛛の巣張るのか？いや、とりあえず、どうすっかな。他に、ここどこ？あ、こっから来たんだ。道がこっちに続いてる気がするんだよね。ちょっと行ってみるか。なんか何が起こったかっていうのはだんだんちょっと分かってはきたんだけど、ただそれを知ったところで私はじゃあ何をすればいいんだっていう、なんかこの感じを見るにさ、手遅れ感が半端ないんですよね。こっち何があるんだ？ずいぶんなんか山の奥の方に続いてるんだけど、これなんだ？どこに行くんだ？
えらい歩かされんな。あ、これはこれ、ちょっと待って、これ入れる？扉は開いてないな。どっかから入れそうな気はするんだけど、あ、なん、ん？あれもしかして墓地？これ墓地かな？あ、ちょっと、ちょっと鬱蒼と生い茂りすぎて、若干重い。あー、墓がある。あ、こっから入れそう。てか、この中にさ、イーサンの墓とかあったりするのかな？どう？あ、教会か。これ教会ですね。なるほどね。ちょっと、薄暗いなぁ。見えない。ちょっと何があるかが全然見えないけど、あ、こっちに道があるね。あ、調べる。取ってもいいけど、これ、壊れたランプ。なんだろうね。